日本三大怨霊の一人、菅原道真、藤原氏の後ろめたさ。皆さん、こんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、日本三大怨霊の一人、菅原道真について紹介していこうと思います。日本三大怨霊の一人である、菅原道真。現在では、学問の神様として有名な人物ですが、道真を神様として祀った天満宮は、もともと道真のたたりを恐れて作られたといいます。今回は、菅原道真が怨霊として恐れられることになった背景と、怨霊から神様となった経緯について紹介していきましょう。文章博士、万葉歌人の血筋。845年、昭和12年に生まれた菅原道真は、祖父菅原清君の代から大学寮にて文章博士を務めた学問の家系にありました。もともと高名な儒家の家でしたが、貧しく貴族としてはかなり低い地位にありました。母は友正成の娘、母方の家は友氏。もともとの氏は大友氏であり、飛鳥以前の大和政権では力を振るい、奈良時代には大友のやかもちなど有名な歌人を輩出しています。また菅原道真がまだ若い頃、大納言となった友の義雄、通称万大納言が苦行として活躍していましたが、866年、貞観8年、応天門の変で流罪となり失脚。古くから続いた名門大友氏は完全に没落してしまいました。これは藤原氏の多子排斥関連事件の一つ。後に道真も同じように藤原氏にとって邪魔者になるため排斥されることになりますが、父方母方ともに藤原氏に排除されることになるとは。藤原氏がたたりを恐れた理由はすでにこの出自からも見えてきますね。叩き上げで右大臣となり、右大天皇に重用される。学問の家に生まれた道真は幼少期から学問に秀でており、862年、貞観4年、18歳の時に文章相となり、877年、元行元年には文章博士となっています。小6位の下から始まり、文章博士になってしばらくの頃には15位の上になっています。頭領としての地方赴任を経て黒殿等に抜擢されたのは891年、寛平3年のこと。黒殿等に任命されるということは、その後の出世が約束されたようなものです。禁食も許され、道真は着々と出世していきました。後に道真とライバル関係になる藤原の時平はどうかというと、こちらは藤原北家、摂関家の嫡流です。生まれた時点で出世は約束されており、道真より20歳以上も年少ながら17歳にして黒殿等に任命され、昇殿を許されています。この頃はまだ平安中期以降に比べると摂関家の出世もゆっくりな方ですが、骨もない下級貴族に比べるとやはり出世は早いですね。さて、黒殿等となった道真は藤原氏の勢いを抑え、天皇中心の政治を目指していた宇田天皇に信頼され頭角を現します。893年、寛平5年には参議となり、翌894年、寛平6年に遣唐大使に任命されました。そこで唐を手本にする時代は終わったとして遣唐使を廃止。その後、国風文化が華やぐ時代を作り上げた功績の一端は道真が担っていったと言っていいでしょう。その後も出世していった道真は宇田天皇上位後、第五条となっても天皇の信任を得ます。899年、招待2年、道真は右大臣に、時を同じくして藤原の時平も左大臣に任じられています。この時道真は50代、それに対して右大臣より上の立場である左大臣の時平はまだ30歳にもならない若者でした。どこまで事実かは分かりませんが、大鏡では時平は年若く、学才も道真に劣っていたため、醍醐天皇は右大臣の方に格別の信任を寄せていたとしています。その背景には父右田天皇の、時平は年若く素行が悪いのでしっかり見張って指導させよという戒めもあったとか。
実際時平は有能な政治家ではあったものの、誤りが多く、学者で生真面目な道真とは対立ばかりしていました。道真は宇田法皇にたびたび相談しては政治を動かしていたので、時平はとても心穏やかにはいられなかったでしょう。一方、醍醐天皇の方は隠居した父親に未だあれこれ言われるのが気に食わなかったのか、時平との結びつきを強めていきました。道真は学問の家に生まれたものとして価格を超えて出世してしまったため、上流貴族を中心にそれを妬む者も多かったといいます。他氏を次々と排斥してきた藤原氏にとって、次に目障りな存在となったのがこの道真でした。政権と学派との対立も深まり、いよいよ藤原氏は動き出しました。太宰府へ左遷。醍醐天皇との結びつきを強めていた時平は道真を陥れます。醍醐天皇を廃し、自分の娘婿である時を親王、宇田天皇の王子を擁立しようとしていると讒言したのです。これが正体の変と呼ばれる事件です。宇田天皇と道真、醍醐天皇と時平、両派閥の確執が原因で起こった事件とされています。結果、道真は太宰府へ左遷。道真の子や関係者も左遷や流罪となり、一斉に排除されて醍醐時平側の勝利となりました。太宰権の措置として京の都から遠く九州太宰府の地まで追いやられた道真、官職は名ばかりのもので、仕事も与えられず、荒れ放題の太宰府常明院、俗称榎寺で謹慎生活を送ることになります。それから2年、待遇は改善されることなく、太宰府の地で道真は死去、太宰府の安楽寺に埋葬されました。都人は道真の怨霊を恐れる。失意の最後を遂げた道真ですが、死後も人々を震撼させました。大鏡には道真の怨霊のせいと言われるいくつかの逸話が伝えられています。太宰府で亡くなった道真は、一夜のうちに太宰府から北の町へ移り、大量の松の木を生やした。そうして道真が移り住んだ場所が今の北の天満宮であり、霊源新たかな神として天皇も行幸するのだと。また代理が炎上した際も道真の怨霊のせいとされました。たびたび炎上する代理の造営に当たった大工が、ある時カンナ掛けした屋根の裏板がすすけているのを見つけ、そこに虫食いで、作るともまたも焼けなん、菅原や胸の痛まの合わぬ限りはと書かれていたというのです。人々は北野の神道真がやったこととして噂しました。そして最たる者が雷神です。大鏡には道真が雷神となって清涼殿にも稲妻を落としかけたところ、時平が太刀を抜いて、あなたは存命中も私より身分が低かった、今雷神になったからといってもこの世では私に遠慮するのが当然だ、なぜそうしないのだと空を睨みつけたところ、雷神が静まったという逸話があります。これは時平の意向ではなく、天皇のご意向が限りないからだと大鏡の作者はまとめていますが、事態はこれだけでは収まりませんでした。陰謀の首謀者である時平は、道真の死から数年後、909年、延喜9年に39歳の若さで亡くなりました。それだけでなく、時平の子息たちも40歳に満たない年齢で次々と亡くなったのです。結果、時平一族は振るわず、4番目の弟である忠平が宇治の長者となり、藤原北家嫡流の家となったのです。言わずもがな、人々は時平一族の不運を北野の天神の悲憤の結果だと噂しました。道真の死後、都で天変地異が続き、首謀者の時平もこのような最後を迎えたために、道真怨霊説が広まったのです。天神様の名で学問の神様として親しまれる。今でこそ天神様と呼ばれ、学問の神様、他様々な神として親しまれる存在となった道真ですが、神様として祀られたきっかけは道真の怨霊を恐れたことにありました。時平の家系が短命で振るわなかったのもそういう遺伝子だったからでしょう。平安中期にも藤原の是忠の家系は短命だから祟られているのだという噂が飛び交ったといいますが、偶然です。天変地異もたまたま。無実の罪を着せられて
太宰府で亡くなった道真、道真を陥れた時平はじめ同じ派閥だった人々は彼の怨霊をずっと恐れ続けていたのでしょう。陰謀で多種排斥を繰り返した藤原氏の後ろめたさが怨霊を作り出したのでした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録お願いします。こちらの軍配の上にボタンが現れますので、もしよかったら押してみてくださいね。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。